吉川忠英、1947年生まれ、東京都出身。伝説のフォークグループザ・ニューフロンティアーズでの活動を経て、1974年にソロデビュー。アコースティックギターの名手として数多くのヒット曲でプレイし、アーティストたちからの絶大な信頼を集めている。現在も様々なユニットやソロ活動、プロデュース業など多岐にわたる活躍をしている。そんなスーパーギタリスト吉川忠英がギターストーリーズに登場。自らのギター人生を熱く語る。ロックソングと出会って、もう勉強どころじゃなくなってギターばっかり弾いてるんですよ。ラジオから流れてくるじゃないですか、ヒットしてるから。三崎めぐりとか、あれも俺あれあれはギター俺なんだよな。ギターを弾いててよかったなと、本当にこう64歳になって思いますね。大きな影響を受けたというジェームス・テイラー、そしてスタジオミュージシャンとして参加したさまざまなヒット曲のギタープレイを解説。僕の心を癒すような、ストーリーズ、スーパーギタリスト吉川忠英がこの後いよいよスタジオに登場。毎回一人のギタリストを迎え、自らのギター人生を語ってもらうこの番組。スタジオにはファンたちがギターを持った生徒としてスタンバイ。全員でのセッションも行われる。皆様こんばんは、吉川忠英でございます。ギターストーリーズという、なんかこう皆さんはロックギタリストをねお招きしてやってる番組なのに、僕に声がかかったってことは僕のことをロックと認めていただいてるんですね。ありがたいですね。今日は僕のギターの話とかですね、だから影響があった音楽の話、それからギターとの付き合い方とかですね、練習の仕方とか、今日は約1時間ですね、お互いに楽しみたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。でせっかく皆さんギター持ってきているので、なんかこう、セッションしようかと、思ってますけども、例えばなんかね、ずっと考えたんだけど、ベンチャーズもちょっと違うなと思ったんだけどね、例えばポリスの、1983年に発表されたポリスの大ヒットナンバー、見つめていたい。この年のビルボード年間1位にも輝いた。この循環でね、 G、E マイナー、C、D なんですよ。ってやっちゃうと、もうなんかそんだけでもつまんないでしょ。なんかロックじゃないしさ、フォークになっちゃうし、だからもうその、G、E マイナー、C、D ってのはもう全部ね、例えば3度なくしちゃうの。G だと B の音なくしちゃうのね。で5弦はこうやってこうミュートしちゃえばいいから、もうこれでこうストロークやっても G マイナーとないです。これ E マイナーじゃないですか、じゃなくて中で4弦の4フレットを弾いてください。で今度 C の時はね、 C アドナインスを押さえるんです。 D もずらす。なんとなくじゃあこういう循環でやってみましょうか、しばらくね。せーの。
小学校5年の頃に僕はあの父親は僕音楽大好きでですね、もう物心ついたらいつもお風呂入って宮橋美智也さんを歌ってました。覚えているかい故郷の空を泣き泣き歩いたあの山を川って、こうリンゴ村からとかね、もうあの宮橋美智也さんのその空に、真っ青な空に突き抜けるような素晴らしい歌声が大好きでですね、で当時彼はあの、演歌でもないし歌謡曲じゃないんですよ、なんかポップスなの。それでその頃、時期を同じくしてウクレレをお父さんに買ってもらいましてですね、パン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 っていうのがあって、ただのコードなんかまだ全然分かんないんで、どうやったらいいか分かんなくて、なんか単音で、神戸一郎の銀座九丁目は水の上ってすぐそれで弾けるんですよ、ウクレレチューニングで。で中学校入ると、友達のうちにガットギターがありまして、そのお父さんは古賀政男さんの大ファンだったみたいで演歌をいつもやってましたね。でこういうのをなんかやってましたよ、いいなと思って、ね、それもそれで、でもガットギターだからすごい幅が広くてウクレレみたいにこう簡単に弾けないんですよ。でも絶対ギターダメだと思って諦めたんですね、その時も手がちっちゃかった、今でもちっちゃいんですけど、それでギター諦めてでいました。でところが高校1年になるとですね、5歳上の長男兄貴がですね、どっかからピックギターを借りてきたんですね。でピックギターってのはあの F 穴、バイオリンみたいな穴がこう入ってるんですね。そういうギターを借りてきて、最初に教わったコードが F だったんです。すごいでしょそれで、ね、ダイアナ曲がこの循環コード F、D マイナー、G マイナー、C7 と教わったんです。すごいでしょ、普通 C、A マイナーなのになんでまた兄貴は F から教えたのかなと思ってね。でそれでへーと教わって一生懸命こうやってるうちに、あーなんかギターっていいな、こんな和音がいっぱい出るのかと思ってね。で高校2年で編入でちょっと違う学校に行ったんですね。でそこで僕はあの瀬戸龍介という男と出会うんですけども、でまた瀬戸君っていうのはまた帰国子女で、あの英語はすごく上手だったんですね。で英語の発音もなんか彼に教わったりとかですね、友達がいっぱいいて、でもう瀬戸龍介はその時もキングソントリオもう中学校時代からやってたみたいでですね。アメリカのフォークグループキングストントリオ、ミリオンセラーのトム・ドゥーリーをはじめ多くのヒット曲でフォークソングを世界中に広めた。Some people say I'm no countOthers say I'm no good, but I'm just a natural born traveling man, doing what I think I should. Oh yeah, doing what I think I should. And I don't give a damn about a greenback, a dollar, spin it fast as I can for a wedding song and a good guitarThe only things that I understand, oh boy, the only things that I understand. かっこいいでしょ。もうまさしくこれもなんかね、なんかキングストントリオってフォークソングじゃなくてなんかロックなんですね、なんかね気持ちが。これはもう俺はもう1ドル紙幣なんか気にしないぜ、俺は金のことなんか一切気にしないんだ、俺はやるべきことをやって音楽で飯食っていくんだっていう歌なんですね。これはなんかすごくこうその頃よく分かんなかったのが、今になってみると本当になんか僕の歌だなと思ってね、金は欲しいですけどね。僕はあのその時親父が外科医だったんで、とても好きなあの親父で、僕はその親父みたいに外科医になるんだと、校長推薦で大学の医学部行くぞと思って、さあ勉強しようと思ってたんです。でところがその瀬戸君と知り合ってですね、フォークソングと出会ってもう勉強どころじゃなくなってギターばっかり弾いてるんですよ、毎日弾いてるんですよ。で
当時その63年としてはすごいこうエポックメイキングの年で、日本にですねピーター・ポーランド・マリーのパフ、それからベンチャーズのトカ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 トンテントンテントンテン、それからビートルズのシラブジューイエーイエーイエーかな、それが入ってきたんですよ。だからものすごい、だからみんながギター持って歌うっていうことの文化が日本に入った、定着しつつある時代になったんですね。それどうやって弾くんだとか言ってね、スリーフィンガーこうやってやんだよとか言ってみんなで教えながらやってたんですね。Magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. Little Jackie Paper loved that rascal Puff and brought him strings and sealing wax and other fancy stuff. Oh, でこんなスリーフィンガーを覚えたんですね。皆さんスリーフィンガーできます？親指がいつもねドンテンドンテってこう動く、ドテドテってこう、いいですね。そうそうそう、それができるようになるとあのいろんなことに影響してくる。チェット・アトキンスもできるんです。一緒なんですね。だからチェット・アトキンスはこんな感じのスリーフィンガーをパフェで覚えてですね、それからブラザーズ4とかそういうもう 4世のハーモニーとかね、いいなと思ってね、そういうことをやっていきました。一生懸命練習してですねギター上手になりたいなと思って、ところがね結構あのキングソントリオは速い曲が多いんですよ。でその速いジャンジャランジャランジャランストロークがね結構大変なんです。それを練習するのにいつもピック持ってこうやってねあのこれを練習するんですよ。もっと早くこうやって練習してたんです。そうするとできるようになってくるんですよね。こうやってでしょ。できます、これできます。ピック持ってるみんな、やってみましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー、 D G C G D。 いいですね。このサウンド思い出しますよ。大竹栄一ですよこれ。大竹栄一のね、あのイーチタイムとかね、がもう生ギターが6、7人、しかもそれもう一回ダビングしようとかね言ってね、12人ぐらい音鳴ってるんですよ、これ。イントロで聞こえる重厚なアコースティックギターのサウンド。大竹栄一はギターを何本も重ねて、フィル・スペクターのウォール・オブ・サウンドを作り出したという。ちょっと気持ちいいから、じゃあ G、C、D、G ってやりましょうかね、ゆっくり。One, two, three, four. G, D. Kimochi. いいね。素晴らしい。こういうなんかこう生ギターの良さですね。これはね。で、そういうストローク練習はあの。そういうストロークもやってですね、アルペジオはそのフィンガーでアルペジオってなかなかなかったんですよ当時ね。ちょっと早いセリフィンガーで In the early morning rain With a dollar in my hand とかね、 Early morning rain とかちょっと早いセリフィンガーなの。っていうのがあったで、それからそのバラが咲いたらアルペジオったんですよ。バラが咲いた、バラが咲いた、赤なバラ
ベースがドン、人差し指はドンチャンチャッドンチャッチャッドンチャ、してやったら今度自分を上行ってみようとかね、そういうこうレンジを変えて、そういうなんかこう、生ギター持ったら、高さを変えていくっていうのが面白いかもしれないで、カポしてね、僕はあのニューキャスト・トリオっていうのを作って、大学高校2年作って2、3年と、だから大学1年2年までやったんですね。でその間ずっと久渡龍介っていう男がですね、僕にそのニューフロンティアズに入んないかと、彼がやってるニューフロンティアズ入れ入れって言うんですね。それでまあまあセミプロみたいな感じで大学3、4年と過ごしてですね、で、就職したわけです。その頃はやっぱりフォークソングなんかではね、こうなりわいとして生活できなかったので、そんな時代だったんで趣味にしようとなったんですね。でみんな、僕はある、生命保険会社勤めて、ある人はレコード会社勤めたり、ある人はこう大学院に入ったりとかして趣味にしようと言ってたんですが、1ヶ月ぐらいになるとまた夜は夜な夜な集まり出して、こんな曲があるあんな曲があるってね、アレンジ出してとってもいいんですよ。なんかボブ・ディランの曲をちょっとアレンジしようとかね、そんなことしてるうちに歌いたくなっちゃったんです。みんなで仕事しようと。で当時その米軍のキャンプの仕事がいっぱいあって、まあ、その英語がみんな上手だったの でもう全部司会も英語でやってなんてやっていくうちにですね、こう何て言うんだろう、稼げるようになっちゃったんですよ。初任給が当時2万8000円だったんですね。その一晩やると200ドル、当時1ドル360円なんて7万2000円ぐらい稼いじゃうんです、一晩。これはちょっとおい食っていけるなこれはってなっちゃってね、毎週そうやっていくうちに結構お金たまっちゃうじゃないですか。よしこれでちょっといけるかもしれないっていうんで、もう会社4月に入って12月で僕は辞表を出しまして辞めました。で翌年からニューフロンティアズはプロ宣言して、渋谷のジャンジャンでデビューするわけですね。ニューフロンティアズがちょっとアメリカに行こう、お金もたまったし、それからスポンサーも見つかったし、向こうに行ってデビューしようぜ、日本から東京からビートルズになろうっていう野望を持ってですね、出かけたわけですね。でもなかなかそのデモテープ、ナッシビル行ってデモテープ作って売り込んでもなかなかその、買ってくれるとかどこもなくてですね、随分苦労したんですが、約1年11ヶ月後ぐらいですかね、サンフランシスコからこのロサンゼルスに移動して向こうでいろいろ活動しているうちに、見事にそのジェリー・トーマスという当時のキャピトルレコードの副社長が見に来ててですね、スカウトされました。それで72年の、イーストというアルバムになるわけですけども、グループ名をイーストと改名して発表されたアメリカでのデビューアルバム、美しいハーモニーと和楽器を取り入れたフォークロックバンドとして大きな注目を集めた。これからどうやって音楽をやっていくんだろうってことにすごく僕はその考えさせられましてですね、そのイーストはこれからやろうとしていることをアルバムは出したの作ったんだけども、僕はちょっと日本のなんかアイデンティティっていうこともすごく感じてきてですね、言葉はこう日常会話できてもなんかこう文化が全然分かってないなと思って、そこでやっぱ英語の歌を歌っちゃいけないなっていうことになっちゃったんですね僕は。で結局イースト脱退しまして、いろんなソロ活動を自分では日本語で歌を作ってみようと思ってね。アメリカで知り合ったジェームス・テイラーっていう男がいまして、まあ、アメリカ行く前にもうそのスウィート・ベイビー・ジェームスを聞いてもうショックを与えられたんですね、ジェームス・テイラーのあのサウンドに。アメリカの偉大なるシンガーソングライタージェームス・テイラー、繊細な歌詞とメロディー、斬新なギタープレイは多くのミュージシャンに影響を与えた。ラス・カンケルというドラムと、ダニー・コーチもアテルキ、まあ、旧友ですね、あのジェームス・テイラーの、そういう仲間でものすごいこう当時斬新な
あのフォークロックの音が鳴ったんですね。ファイア&レインっていう曲がありまして、ジェームス・テイラーの彼女が、あのジェームス・テイラーがあのレコーディングにロンドンに行ってる時に、亡くなっちゃうんですね、彼女が、あのスザンヌという。その本当に自分がもう落ちるところに落ち込んで、もうどうしようもない、どうしてくれんだこの気持ちをって言って、ある時パッと気がつくと神様がいたんだっていうことに、そういう歌なんですけど。Just yesterday morning they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who they sent it to. Oh, I've seen fire and I've seen rain.I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you one more time. というギター。なんかすごいでしょこれ。何やってんだろうって、かっこいいなこのギターはーと思って、それをコピーしたんですね、一生懸命。いつもギター持ってですね、一緒にやったんですね。There is a young cowboy lives on the range. Horse and his cattle are his only companion. He works in the saddleAnd he sleeps in the canyon, waiting for summer, his pastures to change. こんな Sweet Baby James っていう歌があったんですね。これはなんか自分がギターを持ってこう旅を始めるんだ、故郷に別れを告げてさあ旅出るんだぞっていう、頑張れ頑張れ青年っていう自分に対するなんか応援歌なんですね。だからジェームス・テイラーにはそういう自分のこう、真摯な自分のなんかこう生活をちゃんと歌ってるっていうことにものすごくショックを受けましてですね。で曲作りなんかも詩の書き方とか随分なんか勉強したことを思い出しますね。アメリカから帰ってきた72年で、もう年末にはイーストを脱退して自分でソロになろうというふうに。で74年に、コロンビアで、デビュー、吉川中英として初デビューするんですね。アルバム作ってシングル出して、夢が少しずつという曲だったんですけども。子供の声で目覚めたさ。吉川中英のデビューアルバム心、バックの演奏は松任谷正隆、細野晴臣らのキャラメルママが務めている。そこに行くまではよくあの石川貴彦さんのスタジオに行ってですね、石川さんもすごくビートルズとか好きで、どうやったら多重チャンネルでレコーディングしてるのかっていうことを一生懸命研究した人で、僕がそのジェームス・テイラーみたいな曲を作るとちょっと録音しようっつって、僕がラス関係みたいなドラム叩いて、そういうデモテープ作ったのよく思い出します。で結局そのデモテープがコロンビアに持ってって、評価されてデビューすることになるわけですけどね。それで、石川さんのギターを持ってちょっとあのスタジオ来いとか言ってね、石川さんはその当時、神田川の前ですかね、石川さんいろんなあの日本放送のフォーク番組なんかにやってて、ちょっとレコーディングをしたりとかよく手伝わされたんですね。ちょっとストロークやれとか、じゃーんつっかーん、なんか石川さんがなんかなんかこう繊細なギター弾くんですよね。それでそういうのを、伴奏しながらやって過ぎていくうちに、松任谷正隆が電話かかってきましてですね、ちょっとレコーディングやるんだけども来てくれませんかって言って行ったのが、イルカの名残雪のレコーディングでした。イルカの大ヒット曲名残雪、繊細なタッチのアコースティックギターが吉川中英。東京
だから確か1975年ぐらいのレコーディングだと思うんですね。よく僕覚えてますけど、あのレコーディング風景は、ドラムが村上ポンタ、まあ、キーボードアレンジが増田山さんだからでしょ、エレキギターが確かあの時いなかった気がするんですけどね、茂だと思う、鈴木茂だと思います。それからベースが後藤継としで、僕の生ギターということで、あの頃だからさっき言ったジェームス・テイラーにもう相当かぶれてたんで、気持ちはなんかジェームス・テラーになってましたね、Call me Jimmy っていう感じですね。そういうの、それからその頃ってあのユーミンのね、同じよくそのミスリムのレコーディングを呼ばれましてですね、多分その頃だと思うんですね、同時期ですね、優しさに包まれたなという曲。この印象的なイントロのギターが吉川、もう一本の12弦ギターはニューフロンティアーズの瀬戸龍介が弾いている。こんな感じですね、イントロ。こんな感じでやってますよ。であのもう一人その12弦ギターがね、瀬戸龍介というのがやってるんですけども、あれはなんかこう盤上奏法なんですよ。アットランダムに弾くんですね。っていうこういう盤上がガタ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 がずっと中録で弾いてるっていう。そういう奏法もあるんですね。であの頃そのアレンジャーの指名で仕事がいっぱい、あのレコーディングの仕事が来たんですね、ギター弾いてくれっていうのは。で当時そのスタジオミュージシャンの方はそのスリーフィンガーできなかったみたいなんですね。みんなジャズとかそういうハワイアンの人が多かったので、ギタリストって。で結局スリーフィンガーができないんで、じゃあできるのは石川貴彦さんか吉川中也だみたいになったらしいんですね。でその仕事がどんどん増えてきてですね、岬巡り、あのイントロ僕ですよ。偉そうにね、もうあの頃だからその、ラジオから流れてくるんじゃないですか、ヒットしてるから岬巡りとか、誰もな、俺あれあれは来た俺なんだよな、もう威張りまくってました。なんかね、意外と自分のこう弾いたギターがこう売れてですね、ラジオからしょっちゅう流れてくるって嬉しいもんですよ。別れ歌ですね。そこは本当ああいう、とかね、あとありましたけどね、いっぱいあの送る言葉とかね、スリーフィンガーですよ、あれは送る言葉、あとなんかあのコスモスとかね、山口百恵さんとかいい日旅立ちとか、そうですよ。もうここ自慢コーナーですけど、思いっきり自慢コーナーですかね。フォークやニューミュージックの数多くの名曲で素晴らしいギターを奏でた吉川中英、そしてさらにこのアーティストのギターも実は、鏡の中で口紅を塗りながら、どんな
あのギターも実はチューちゃんなんです。チャーではないのです。チャじゃなくてチューでした。面白いですね。なんかね、あの頃ってみんなこう、これも梅垣達っていう人がアレンジしてるんですけど、やっぱりこう僕にこう指名できてですね、メジャーになるところは確か梅ちゃんが作ったと思います。それでなんかああいう風な曲になって売れましたよね。だから俺俺俺俺なんかね、ラジオで流れてまして。そんなことがありましたね。まあ、奥深いっていうか、やればやるほどやっぱりギターの奏法って、もう今タッピングとかそういうこう抑えたりとかいろんなのありますけどね、ハーモニクスとか。だからもう無限に弾き方があるってことですね。僕はその、弾き方いうよりもなんか自分でアレンジがするのが好きでですね、その頃インストゥルメンタルをやってくれって言われたのに、どん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 そういう練習をするようになったんですね。その70年代からかな、アントン・カラスって第三の男ってありまして、これもだから、ね、あのギターは小さなオーケストラって僕言ってるんですけども、ベースが弾けて、だからコードが出せてメロディーが弾けるんですよ。ヨハン・シトラウスですね。美しきアウギドナウ。なんかこういうなんかこう楽しいじゃないですか。ギターでできちゃう。そこをどん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 自分はなんかこうなんか面白いなと 思ってですね、こう有名なみんなが知ってる曲をなんかアレンジするようになったんですね。でそんなことがなんか、広がを持たせてったような気がします。オープンチューニングっていうのがありまして、オープン D チューニング、オープン G チューニング。ドロップ D ぐらいでやるんですけどね、ちょっとその辺やってみましょうか。 D オープンチューニングのいいところっていうのは、こう意外とこう音がなんていうの、ペダルっていうんですかね、残してそれを残しながらこう音が不協なんか面白い和音になるっていうのがあるってですね、例えばなんかこうなんか面白い和音のこうぶつかったようなのをするって面白いじゃないですか。そこはなんかこうチューニングのオープン G のいいところなんですね。だからオープン G チューニングっていうのをちょっとやってみたいと思いますけども、オープン G でも結構あのいっぱい曲を作ってますけども、今日はあの皆さん知ってる曲をやるとこんな感じになるっていうことで、あのエンニオ・モリコーネというイタリアの作曲家が、映画のニューシネマ・パラダイスっていう映画があった、その中でちょっと、いい曲がいっぱいあるので、ちょっと組曲みたいにしてやろうかなと思って、
な感じですね。オープン G のまた良さがまたありますね、この曲はね。まあ音楽こういう時代で今今年は大変な時になりましたけどね、この間僕の友達が言ってたことがですね、その自分の価値がですね物から心になった時に音楽ってやっぱりとても大事な必要なもんなんですね。あの自分のためにもすごくこう響きが何とも言えなくて、あのアコースギターっていうのはですね自分もなんか癒されるし、で人にもなんかこう聞いて響きがいいことが喜んでもらえてですね、僕はあのギターを弾いててよかったなと本当にこう64歳になって思いますね。皆様今日はありがとうございました。なんかもう僕がなんか、自由になんか自慢コーナーを作ったりなんかしてね、なんか勝手になんか楽しませていただきました。ありがとうございました。ギターってやっぱりいいなと思うのは、その歌の伴奏もしてくれて、でベースも弾けて和音も弾けてメロディーも弾ける、だからいろんな人と合奏もできる、なんてこういうギターっていう楽器はいいギターなんだ、楽器なんだろうなと思いますね。でもう生ギターの良さってね、やっぱりどこ持ってってもなんかヒュッと持ってって公園行って気が向いたら風と一緒になんかギター弾いたりとかですね、よくやってました。今でも本当にあの行ってやってます。でいかにギターってね、やっぱり外の空気と馴染むんですね。またこれが、今日はじゃあ、ここは今スタジオですけども外に行った気分で、草原の音という曲を最後にお送りします。これはあの、僕が一時憧れてた本当にこう遊牧民族、まあモンゴルとまでいきませんけど、モンゴルあっちの方がすごくとても、憧れた時期があってですね、まだ一回も行ってないんですけども、ホーミー一生懸命練習しました。それはユーミンのレコーディングで知り合った佐賀春彦さんに教わったんですね。そんな、ホーミーを使いながら、草原の音という曲をお送りしてお別れです。今日はありがとうございました。Oh, oh, 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 oh
ありがとうございました。どうもありがとうございました。